刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、ということで、今日は8月の13日、お盆ですね。はい、暑い日が続いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。台風もね、ようやくですかね、まだ新しい台風も来てますけれども、だいぶ長いこと沖縄にね、居座っていた感じですよね。ね、本当に大変な思いをされたと思います、ね、ちょっとほっと一息ついている間もなくまた台風が来ているということなので、ちょっとね、引き続き、注意されてね、お過ごしいただければなというふうに思います。はい、私たちが住んでいる青森県の方はですね、もう打って変わって雨が全く降らない、本当に降らないっていう日が続いてまして、雨の天気予報っていうのがようやく来週ぐらいからかな、少しちらちら出てきますが、ほとんどいつから降ってないんだろうっていうかですね、でつい先日、10分15分ぐらいのこうスコール的なやつですよね、通り雨が本当になんかお気持ち程度では降ったんですけど、それでもやっぱ嬉しかったですよね。もうやっぱり関東の方なんかもね、ダムの水がやっぱ少なくなってきてるっていうことで水不足が心配だとか、あと新潟の方でもね、昨日ニュースでやってたんですけど、田んぼにね、やっぱ水が全然なくて、このまま雨が降らないともう干上がってしまうと、もう完全にまあニュース映像だと、もう田んぼ土がもう乾いた状態と、そんなことになってましたので、いや、この暑さというのはですね、やっぱ雨が降らないのも困るし、降りすぎるのも困るしということでですね、なんかこううまいところになってくれないなっていうふうに思っているんですよね。はい、でちょうど8月の10日の日になりますかね、この弘前市がですね、その暑いと、もうとにかく暑いということで、毎日大体なんかこうランキングみたいな出るじゃないですか、暑さランキング、今日は何度行ったよ、この地点で何度だったよっていう、全国1位はここでしたみたいなの、大体イメージですよ、大体イメージ、今までは埼玉県の熊谷市とかですね、あとは群馬県とか、あとは岐阜県多治見市とか、なんかその辺がこう僕が勝手なイメージで入ってるんですけど、8月10日なんとですね、青森県の弘前市、私が今住んでおりますところが、暑さランキング全国3位になりました拍手なのかよくわからないですけど、ね、本当におめでとうございますっていうことですかね。いや、まあ一応拍手しておきましょうかいやー、もう考えられないですね。なんか新聞報道だと、史上、青森県ですよ、青森県の弘前が39度いったっていうことは観測史上初めてっていうことらしくて、39.3 度、1位が石川県の小松市、2位が新潟県の三条市、3位が、私が住んでいる弘前市と、あと新潟県の糸魚川市ということで、同率ですね、同率3位をゲットできましたということでですね、もうね、中には北国だからやっぱ涼しいでしょというふうにおっしゃる方も、思ってらっしゃる方当然いらっしゃいますよね。もう全然そんなことはございませんもう夏は暑くて、冬は寒いそんなところになってきました本当にね、いやー、もうちょっと暑さ耐性がない私にはですね、本当しんどいっていうこの夏になりましたけれどもですね、ただまあちょっと救いなのは、お盆ね、今こさしなりましたということなんですけど、今日収録してるの8月11日なんですけど、夜がね、やっぱり涼しくなってきました。
日中は39度、その日も行きましたけど、夜はね、25度は行ってないと思いますね。体感差で言うと10何度ぐらい違うっていうね、14度ぐらい多分違ってたと思います夜は本当に秋の虫が鳴いていて、外はすごく涼しい、秋の風が吹いたっていう感じですね。まあ、暑さ寒さも彼岸までとか、なんかそんな言葉もありますけれども、だんだんやっぱそうなってきたかなと。だからね、もう二度とないと思います、こういうことは信じたいそんな風にね、ちょっと思ってますけど、はい。メッセージもですね、募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、 すべて小文字の797@fmgino1.com です。またこの番組は YouTube でも配信をしております。 FM ギノワンの YouTube チャンネル、もしくはですね、こちら画像を YouTube 動画でご覧いただいている皆様を、私の動画の横に QR コードがございます。 QR コードを読み込んでいただきましたら、つながるラジオ専用の YouTube チャンネルもご用意がございます。そちらだと過去のアーカイブですね、前回は、青森県のお祭りで、私たちの地元にですね、お祭り、弘前ねぷた祭りというものをですね、ご紹介をしております。実際に現地に行ってですね、どういうものかということで、動画もご覧いただけます。あとはその祭りの雰囲気、お囃子が聞こえてきたりとか、太鼓の音が聞こえてきたりとか、あとはこれが名物なんだよみたいなこともですね、ちょっと祭りの雰囲気を8月1日に撮ってきたやつをですね、そのまま、編集をして お届けをしておりますので、ぜひ前回のものもですね、ご覧いただけたら嬉しいなというふうに思っております。オンタイムの皆様はリスラジオか毎週のラジオを聞いていただけますとオンタイムで聞けますということでございます。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀勝です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあオープニング暑い暑いって話をですねずっとしてたんですけど、今日はですねお話しすることは、全然暑さと関係ない話をまたしようかなと思ってまして、ですね、ユニクロのチラシ、あんまり皆さん今新聞取ってらっしゃらないと思いますので、折り込みチラシってご覧になることが少なくなっている方の方が多いかもしれませんけれども、ユニクロのですね折り込みチラシ、この今ウェブ、ね、ネットでも見ることができます。毎週金曜日、ちょっと今みたいにお盆時期とか、あとゴールデンウィークはレギュラー毎週金曜日にチラシ折り込まれるんですけど、そうじゃなくてね、祭日の日に折り込まれたりとかっていうのもあるんですが、基本は大体毎週金曜日に、チラシが折り込まれたり、新聞だと折り込まれたり、ウェブ上でもウェブチラシというものが、アップデートされると、まあ、ウェブに掲載されるというような形になってます。なんか金曜日始まりだっていうことなんですが、私も過去ユニクロの店長をやっておりましたもので、ユニクロのチラシは毎週楽しみにしております。うん、で意外とですね、ユニクロのチラシのから分かることがあったりとか、あとはユニクロのチラシの見方、なんか見方ってあんのかっていう、人それぞれでいいじゃないかって思うんですけど、まあ、私なりの見方みたいなのをですね、紹介してですね、まあ意図まではちょっと話すとあれですけど、まあ、意図も話いいか、なんか思ったことをですね、ちょっとチラシ見ながらくっちゃべってみようのテーマです今日はなので実際にちょっとチラシをですね画面に映しながら、お話をしていきたいと思いますので、ラジオでだけの音声だけの皆さんはですね、なるべく分かりやすいようにお話をしていきたいと思っておりますが、YouTube の動画でご覧いただくとより分かりやすいかなと思いますので、もし音だけの皆さんはですね YouTube でもこの時間上がってますので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。はい、
ではですね、ですね、早速ですが、チラシをですね、ちょっと映し出していきたいと思います。はい。こちらがチラシでして、まあ、お盆休みセールということで、8月の11日に、ウェブ上でもチラシの折り込みもですね、されているものになります。はい。こちらを元にですね、ちょっと私なりにちょっと見どういうふうに見てるのかというふうな話をしていきたいと思いますね。まず、ウェブ上だとこういうふうに、ね、ここに、わかりますかね。今週の折り込みチラシは8月11日から17日までだよ。で表面って表現ね、なかなか渋い表現ですけど、表だよということでこう書いてくれてますね。で、これがメインのテーマ。8月11日には山の日と、ね、3連休ですね。連休の楽しいレジャー、旅行、帰省に大活躍。お買い得も新作も勢揃いということで、まあ、ここにユニクロがですね、今回のチラシの制作をした意図が書いております、ね。ここに書いてある意図は、山の日でレジャー、旅行、帰省で使ってほしいものを今日のチラシではまとめましたと。しかもお買い得、このお買い得っていうのは後ほど説明しますけど、まあ安いっていう意味がもう含めているんですが、ユニクロ的にはもう一つ意味があるかなと思ってます。お買い得も新作、ね、新作ってのは新しい商品ですね。新しい商品も勢ぞろい、これもちょっと意図がありますね。はい、そのあたりも含めて説明をしていきたいと思います。でまずですね、こうざっくりこのタイトルをまず見た後、私の場合は見た後に、ふわっとこの紙面の構成を見てますね。紙面の構成で、まあ、だいたい4分割今日はねなってるんですが、左側にこの半袖が映ってるんですよ、ね、この辺が半袖、ね、映ってます、はい。であとは右側に、ビジネスシーンということで、ビジネス需要、まあ、いわゆるクールビズ的なところですよね、の話が載ってて、ビジネスのボトムスとか、あとは女性もあったスカート、まあ、ビジネスシーンで使えるものが載っている。あとは左下の枠では、ジョガーパンツとか、あとは、ドライストレッチイージーパンツとか、ちょっとなんですかね、リラックスして履ける系ですよね、なんでイージーパンツが載っている、で右側にワンピース、これも女性もので、まあ、これもリラックスしてでもちょっとフォーマルでも着れるような、インフォーマルでもカジュアルでも、カチッとしたきちんとしたところでも着ていけるみたいな、そういう構成ですよね。なので、この構成としては右側がどっちかというと、フォーマル的な感じ、左側がリラックス系っていうね、カジュアル系な、そんな紙面なんだなっていうことを私は見ております、ね、マニアックですね、はい、どうでもいいじゃないかと思うんですけどねで、あとまあ裏の方がですね、ウェブ上の2面、2ページ目にありますけど、まあ、これちょっと細かくね、ちょっとなっておりますが、ここでまあざっくりちょっと見ているのは、この時期、8月の半ばですけど、私がよく見る、この時期で見るのは、夏物ってどれくらい乗ってるのかなっていうのを見てます。夏物商品ですね。うん、で、まあ、これ、週を追っていくと結構面白いんですけど、実は8月ってもう夏物商品こんだけ暑いですけどね、あんまり売れないんですよ、正直。だって皆さん夏物商品買い終わってらっしゃいますよね。もう持ってる、半袖もあるし、ショートパンツもあるし、まあユニクロの代表的なそのインナーであるエアリズムも持ってるよねと。だからそういう打ち出しをガシガシしていく、夏物商品バンバン打ち出しで乗っけていく、まあ表面でも乗っけていくのは、だいたい4月からスタートの、まあ、いいところ9月、末ぐらいまでかな、うん、で7月ぐらいになってくるとだんだん秋物商品がどんどん乗ってきます、うん、6月下旬ぐらいから秋物は今年は乗ってましたけど、うん、どんどんその夏物商品を、紙面を すごく削量を少なくしていって、で秋物商品の掲載量を増やしていくと。なのでこの8月っていうのはですね、半袖商品が全く売れないわけじゃないけど、ピークに比べたら全然売れなくなってるんです、うん、なので秋物商品をどんどん載せていきましょうねと。
じゃあ秋物商品とか、まあ実際商品売り場行くとも冬物商品も入ってたりするんですけど、買いますかってなるとなかなか買わないと思うんですよ。こんだけ39度まで上がってる世の中でですねさあ長袖を買おうとなかなか難しいということもあるので、気温に左右されづらい商品が、この時期のチラシにはよく載ります。気温に左右されづらい商品、これはまあボトムスとインナーです。なので、この後ろの面にはですね、主にボトムス、デニムも載っていればカーゴパンツも載っているし、チノパンツも載っているということで、このボトムスのバリエーションが載っているということと、あと下の方にはですねインナーが載ってますね、はい、インナー商品を載っけていると。エアリズムも載っけておりますね、はい、であとはボディシェーパーね、ボディシェーパーこの商品あんまり私知らなかったんですけど、まあ、ボディシェーパーっていうね、これもエアリズム商品ですけど、あとは、トランクスね、これとかはあのショーツとかは全く関係ないですよね、うん、全然関係ないっていうことから、そういう商品を載っけているというのが、まあ、ざっくりまず大掴みですけど、今回のチラシのこう内容になるわけですね、はい、かなりマニアックな話をしてますけど、でぜひね皆さんに覚えていただきたいなと、あの知っておくと損がないぞということですね、ちょっとお話ししておきたいと思います。少し画面を大きくしますけどね、この辺りがいいかな、まあ、たくさんちょっとついているんですけど、あのいわゆるアイコンと言われるもので、ちょっと画面ピン向けしちゃうんですけどね、この今この特別価格1990円、8月17日まで期間限定っていうふうに書いてある右横に黒いなんかね丸に、なんか3文字書いてあるんですよ。でこれなんて書いてあるかというと、これマークがですね、黒い文字に赤文字で再限定、再び限定って書いて再限定っていうマークがよくついているんです、うん、よくついているんです。でこれは結構気にしておくといいかなと思います。でこれ何かというと、このチラシのねこの下の方に実は書いてありまして、この説明がですね、ちょっとかなりピンボケしてるんでよくわからないと思いますけども、ちょっとざっくり言いますよ。ざっくり言うと、このマークがついている商品については、まあ、近々、いつとはわからないけれど、近々です。近々、もう一回限定価格、なんで普段の値段よりも安くしますよというようなことを予定している商品ですよと。なので、裏を返せばですよ。まあ、今日のチラシで買いに行けなくても、またちょっと近々少し何週間か待つと安くする予定がありますよということを教えております親切ですねまあ親切というか、まあそういうちょっと決まり事があったりするんですが、そういうふうにですね決まっておりますもので、こういうのをつけなきゃいけないわけなんですね。なので私たち消費者からすると、まあ慌てていかなくてもまた安くなる可能性はあるんだぞっていうことをちょっとこう思っていただければいいのかななんても思います。はい。であともう一個その見方として覚えておくといいかなと思うのは、まあ、今お話ししたようなこういうふうにね、こう特別価格って書いてて期間限定っていうふうにこう書いているものもあれば、そうじゃなくてですね値下げって書いてるやつもあったりするんですよ。この辺がそうですかね、はい、ちょっとラジオと全然わからないと思います。すいません、ぜひ動画でご覧ください今日は、この辺ですよね。このレイヨンブラウスを解読、ね、値下げ1990円、右ですね、書いてあるんですが、この値下げっていうのとこの特別価格っていう風な大きいこのマークの違いの説明をちょっとしておきたいと思います。まあ、大きな違いというのは、特別価格っていうのは必ずこの期間が限定しているので、この今回言ったら8月17日までは安く買えますよと。でその後は通常の価格があります。通常の価格に元に戻っちゃいますよというのが、この特別価格期間限定と書いてあるものです。でよく言われるのが限定価格、お店行くと限定価格っていう風な、そういう風なポップと言いますかね、そういう風な表示の仕方で、書かれてあります。でじゃあこの値下げというのはどうなるか、何なのかって言ったら、もともとの値段はですね、この商品もともとの値段はちょっとわからないですけど、仮に2990円だとしましょうか。仮に1990円だとしたら、まあ、2990円で普段売ってたものなんだけど、1回は期間限定とかもやりました。なんだけど、ちょっと
まだまだ安くしないとこの夏の売り切ることには間に合わないなと。だったらもう物の値段そもそもを下げてしまって、2990円の頭の1990円に下げてしまって、で、常時この値段で販売しましょうと。やっぱいつ行ってもこの値段にしちゃいますという感じですね。はい、なので元々の値段よりもお安くなりましたというのが値下げというふうなこのアイコンがついております。でお店の表示としては、価格を見直しましたとか、なんかそんな表記になってるのかな、今は。新価格とかね、なんかそういう表記になってたりします。はい。なので、ちょっとそういう、同じようなこう見え方をするんですが、同じ1990円っていう見え方をしているんですが、常にこちらは値下げのマークのところは、常にその値段で買えます。はい。で、特別価格で日付が入っている期間限定は、その期間だけが安く買えます。でそれ以外のものは通常の価格が書かれております。通常のお値段ですっていう風なのがチラシのまずこう、見方の一つの大きいポイントかなというふうに思いますね。はい、かなりマニアックな話をしてますけどね、需要はあるのかどうかちょっと分かりませんが話し始めてしまったんでね、ちょっとこう話をしていきたいと思います。で、まあ、ざっくりですね、今回のチラシで言うと、やっぱ秋物が掲載が多い感じになってきてるなと思いますね。で、ここの半袖クルーネック T シャツ、これはまあ秋でも着れますんでね、990円。まあ、安いと思います。で、ここのね、やっぱこの見せ方のポイントもそうなんですけど、半袖990円安いんですよ。安いんだけど、これだけ買って帰ってほしくないっていう意図が非常に見えます。うん、見えます。で、それはなぜかというと、羽織物ですね、この半袖の周りにはですね、長袖商品のメンズはスウェットカーディガンという男女兼用と書いておりますが、3990円、これは通常のお値段です。通常のお値段の羽織物がこちらに書かれているものと、あとは右側にもですね、ウィメンズのドライスウェットブルゾンと、あとドライスウェットリラックスブルゾンという商品、これも羽織物ですね。はい、なのでエアコン効いてて寒いよね、ちょっと、あとは朝晩冷えてきてちょっと寒くなってきたよね、半袖1枚だと寒くないですかっていう時期に、だんだんまあ北国は突入してくる。で都会でもちょっとね、エアコンの効きがいいオフィス、いい場所なんかだとやっぱり日焼けも含めてちょっと欲しいですよね、羽織物。だからこの羽織物を一緒に乗っけているということですね。で右上には、さて長袖もどうでしょうかということですね。なのでこれ1枚羽織ができる、1枚物で着れるワッフルクルネック T シャツ、ね、とか、メンズはウォッシュコットン T シャツの普通の長袖1枚で着てお外に出れるよね、これだけ1枚でもいいよねっていうものの訴求がされている、ね、いうようなですね、ちょっとこの意図があるわけなんですね。だから半袖だけ買って帰ってほしくないわけなんですよ。羽織物もちょっとセットで買ってほしいわけですよ。だからこの写真のコーディネートも長袖着ちゃったりもしてますよね。そういう意図があるんですね。これ中に着てるのがこの今着て、安くしてる990円のユーネッククルネック、ユーのクル、なんかユニクロユーか、ユニクロユーのクルネック T シャツ、ね、ユニクロユーのクルネック T シャツに羽織物着せちゃってます。着せちゃって別にいいんですよ、着せていいんですけど、はい。まあ、そういう意図が実はあるわけですよね。うん、であと糸の話で言うとね、もう一個糸があるって言っていた、あのこのタイトルのところですね、お買い得、先ほど言ったお買い得の意味ですよね、この値下げっていうのがこのお買い得っていう意味にも入ってます。あとはこの特別価格っていう限定商品もお買い得っていう意味に入ってます。なので、ちょっと夏物早く売り切っちゃいたいぜっていう、そういう商品もどんどん今安くしてますよという意味でのお買い得。あとは普段使いの商品も、これは実はまあ来年でもね売れる商品なので、普段使いの商品なんで、今年無理して売り切らなくてもいいわけですよ。で無理して売り切らなくてもいい商品も、でもまあそうは言っても安くしておきますから、羽織物買ってほしいよというような、そういうお買い得。あとは新作ですね、新作ね、新作は、これは裏に行ってるかな、多分新作マークとかがついてるんじゃないのかなと思うんですが、どうでしょうか、新作というふうに書いてはいないか、新商品とか書いていないか、今回は
まあでも、まあ、平たく言うとこのボトムス系のですね、まあ、秋物、ほぼ秋物なので、平たく言うとこれはこの辺は秋物、新作なわけですよ。でも新作も安くしてると。まあさっき言ったあの長袖の羽織とかもね、新作になるのかな。でこの辺のね、エアリズムのドライデオトラントメッシュ990円。この辺結構私欲しいですね。デオトラントメッシュ、すごくいいですよ。男性の方向きになっちゃいますけどね。オフィス需要とかね、ワイシャツの下になんか着るとめちゃくちゃいいです。あと、肌色はワイシャツ、白いワイシャツから見ても透けづらいのでね、おすすめです。私は白を着てますけど。白が乗ってないとこ見ると白がさっきあまりなんすか、ね、在庫が少ないんじゃないでしょうか、おそらく。まあそんなことも見たりしてます。はい。まあかなりマニアックですけどね。はい、ということでですね、チラシのちょっとこう、話をしてまいりましたという感じでございます。あっという間にエンディングですね。ちょっと30分の時間だとね、足りないぐらいのボリューム感でお届けをしましたけど、いかがでございましたでしょうか。はい、ユニクロのチラシこんな風にして見ている人がいるんだなぐらいにちょっと思っていただければと思います。はい、毎週日曜日、5時半からつながるラジオをお届けしております。動画でご覧いただきたい皆さん、私の横に QR コードがございます。もしよろしければですね、毎日何かしら情報発信をしておりますので、よければそちらをご覧いただけたら嬉しいなと、登録の方もお待ちしておりますということでございます。はい、あっという間のお時間でございましたけれども、ユニクロのチラシの見方、私なりの解釈の仕方、あとはちょっとユニクロにいたからこそ分かる少し意図みたいなのをですね、交えながらお話をしました。また来週5時半に同じ時間にお会いできたらと思います。熱中症対策十分にお気をつけください。ではまた来週お会いしましょう。失礼いたします。